今夏のパリ五輪に出場する U から23日本代表のオーバーエイジ、OA 枠に関し、日本協会、JFA が有力候補に挙げていた DF 富安武洋、25イコールアーセナル、板倉孝、27イコールボルシア MG、DF 町田孝樹、26イコールサンジロワーズ、MF 田中碧、25イコールデュッセルドルフの招集を断念したことが25日までに明らかになった。 関係者によれば、JFA が今月末までに国際サッカー連盟、FIFA に提出する予備登録メンバー50人のリストから外れたという。五輪は開催時期が国際 A マッチウィーク外で、招集には各クラブとの交渉が必須。冨安に関しては長いシーズンの疲労蓄積が考慮され、他の3選手については今夏の移籍が有力視されているため、各所属クラブが派遣を拒否したという。 一方で、同じく有力候補だった MF 遠藤を渡る31イコールリバプール、が DF 谷口称吾、32イコールアルラヤン、らと共に大枠リスト入りした模様関係者によれば、遠藤自身が出場に強い意欲を見せているようで、クラブとの交渉次第では世代で出場した16年リオ五輪。 OA 枠で出場した21年東京五輪に続く日本史上初の3大会連続出場が実現する可能性がある。今後は6月の米国遠征後に各クラブと本格交渉に入る見通し。パリ五輪世代の久保や鈴木優衣もクラブの派遣拒否により招集を断念した中、JFA は目標のメダル獲得へ粘り強く交渉していく。